10月7日の日、私がいろいろあって動けない状態で、うん、ちょっと寝込んでいた時に声が聞こえてきたと。ほう、はい。で、私は娘にですね、今すぐ私の携帯でベランダに出て空を撮ってと、うん、でこれ撮ってみたんですって、はいはい、そしたらね、なんかね、ちょっと雲がね、うん、ちょっと不思議な感じで、あ、撮れたと、撮れていると、でもう一つありまして、はい、で、ずっと呼ばれていたとある、不動産のとこに行ったんですね、うん、お不動産のとこに行って、でごまたきが終わって、うん、最後に龍神のね、こう水が出るようなところを写真撮ったところを、はいはい、そこに龍らしきものが写っていると。その2枚、まずはその不思議な雲の写真からいきましょうかね。はいはいはい、はい、こちらで、はい、こちらでございます。これがですね、羽ばたいている鳳凰のように見えませんかと。その部分ね。そう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 。見ようによってはね、うん、はいはいはい。なんかでも不思議な感じはしますね。そう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 。で、これもね、羽ばたかせてる感じに見える。肉眼で見ると、うん、より鳳凰感強くて、娘ちゃんがすごいねって言ってくれたらしいですよ。はい。そう、見れば見るほど、ちょっと羽ばたいてるね。うん、羽ばたいてるように見えるね。多分たいですね、今来てるから撮って、みたく呼ばれたのかもしれないってとこだね。うん。で、はい、続きまして、はいはい、神社の龍、はい、そうそう、その龍のね、これはまだ何も映ってないかもしれないですけども、まあこういうところに見に行かれたと、そう、はいはいはい、そう、水出てるでしょ、そこね、見たのかな、はいはい、そのね、もう一枚の方に映ってるらしいんですよ、うん、おほら、真ん中に、お、本当だ、そう、え、めっちゃ龍じゃないですか、そうそうそう、み、緑、口みたいな、そう、そう、見えますよね、これ、それ漢字の龍王の方ですね。あのひらがなの竜王の方じゃなくて漢字の竜王 の、ね、王の、はい、そうだよね、フォルム、はい、そうだ、ドラゴンの、すごっね、うん、うん、面白いなね、はい、下の2つの竜にも気持ち、うんうんうん、こっちは正面向いてるけど横向いたらこういう感じになるんじゃないかなっていう風にも見えますよね、うん、いいですよね、神々しい、神々しい、うん、いい感じですね、桂先生が心霊写真楽しみにしてますね、待ってました。待ってました、先生大好きなんだから ね、まあまずはこういうね、はい、ちょっとめでたいめでた系ですね、すごいすごい、めでた系からね、はい、行きまして、フォルダを何気なく見てたら不気味なので、うん、ちょっと送りますと、はい、これは今年9月の初め、彼氏と早朝から釣りに行った時に、うん、防波堤から撮った写真ですと、画面左の真ん中あたり、森と海面の境目ぐらいに人の顔らしきものがあり、顔の下から溶けてる感じに見えたんですと、はい、本物なら写真フォルダーから削除したいので皆さんでご意見いただければ助かりますと。ちなみに私自身何か影響があるわけではないので、うん、趣味クラカオス現象かもですと。もう本当に普通に使われるようになってますね。普通に使われてます。趣味ラクラ現象がね、はい、趣味クラカオスさんに、ね、趣味クラカオス現象ってね、そうそうそう、僕カオスさんに LINE しました。あ、しました、はい、はい、今あの趣味クラカオス現象が流行り出してますと、はい、はい、そしたら、あ、昔からですって言われました。そうだったんですね。じゃあ昔から、からそう言われてたらしいです、ね、それはね、はい、こちらなんですけども、はい、おお、この後、あれ水面のところっていうところ、僕見たらこの辺にあった気がするんですけど、あれどこだ、え、さっき確認した時、そうですね、いくつも僕確認して、え、消えた、いやいやいや、消えた、ちょっと待ってくれよ、消えた、ちょっと待ってくれよ、消えたとかそういうの、さっき確認した時あったとかぽいのが、うん、お、あれ、この二人で僕は確認したので、ああ、そうなんですか、なるほど、え、木村くんが見た時はあったん、はい、なんかその書いてあった文の、うん、画面左の真ん中あたりと森と海面の境目ぐらいに人の顔らしきもの、へえ、そうなんだ、顔の下から、え、消えたんちゃん、どうなんだろう、もっと結構普通にもらって、うん、見たときにすぐ分かったんですけど、あれ、これさ、これさ、はい、これ配信終わって、はい、ちょっとしてから見たらまた出てきたら怖いよね、いや怖っ。
水晶もどきのクリスタルを使って自分を撮ったら、うん、ガキのようなものが映っていました。おう、これは何かっていうね。おう、水晶もどきのクリスタルを使って自分を撮ったら、あ、これ上のことを言ってんのかな。あー、でもまあまあクリスタル越しなんでね。あー、上の部分か。うん、いや多分そのことじゃないですか。きっと、うん、どうなんだろう。なんか、あの、足曲げて座ってる首から下の体に俺見えるんですけど。あー、これですか。うん、そこがお尻で。あー、そういうことか。足が左半分伸びてるみたいな。あ、わかったわかった、そういうことね。人の左半身を横から見てる感じね。腰掛けて、はい、足伸ばし、はい、伸ばしてるとか、なんか運転してるみたいなね。あー、なんか、そうだね。そういう見え方もするっちゃ、見えるけど。まあ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 、ね、でも何も感じないんで大丈夫だと思います。なるほど。うん、私には霊感があるらしく、昔からよく心霊スポットや事件現場に友達に連れて行かれました。ノブ、うん、さんならなんとなくわかりますよね。はい、わかります。うん、で、そんな中、あ、とある配信で、もしかしたら、被害者の声が聞こえるんじゃないかという流れになり、うん、未解決事件の現場に、行った時の話ですと。そうなんだ。その時に私は伝えました、決して話を聞けるわけではないし、チャンネルが合わなければ見えるかどうかわからないよと、うん、でいきなり他人が土足で入るようなものだと思うし、被害者さんたちが見えた場合の私なりの、うん、配慮なんですけども、うん、そういう風にね、うん、伝えて行ったんですって、うん、はい、で現場付近から動画を携帯で撮ったんですが、やはり現場付近は寒気というか、うん、匂いというか、そういったものを感じるんです、うん、本来は動画を一緒に行った人に撮ってもらっていたんですが、うん、動画を送ってもらおうといろいろ頑張ったんですが送れず、結果動画の一部分をスクショできてなんとか送ってもらいました。なるほど。はい。で画像は最大限に明るさを上げました、はい、中央に白い靴下を履いた人の足が見えるかと思います。あと他にも顔などが私には見えますが、七瀬さんや皆さんはどう思われますかということでいただいておりますけども。事件現場の写真。はい。そこで、まあ事件が昔あったっていうところのね。うんうん、で、明るさグッと上げてますね。明るさ上げてて、はい、靴下のようなものが見えるんじゃないかってことか。はいはい。こちらでございます。はい。まあ。おぉ、うん、あ、あるやん、足。ある。ね。まあ、だから車の中から撮ってるんでしょうね、はい、ここの辺見ると。ほんとだ。はい、で多分明るさをマックスにしてるので、はい、これだけこう映るのって気持ち悪いなと、そうですね。なんでしょう。でも右足かに靴下というよりなんか足袋みたいな。ああ、まあそう言われると足袋にも見えるな、うん、あれでも上の方に体もない。そこその上、あ、でもその上体、うん、そこ、うん、体で、結構明るさをマックスにして、うん、この辺がこうグラデーションになってるのがちょっと気持ち悪いな、はいはい、なんでそんな風になるんだろうね、考えられるのはなんかこう草木から出てるのかとか、はい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 、はい、ありますけども、うん、これじゃあ明るさをこういう風にしなかったら多分これって分かんないのかな、うん、じゃない、そうだよね、きっとそうだよね、なんかあるなって感じて明るさ上げたら、いや足やんってなって、うわ、いや現役の時の長州力みたいな、いや分かる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 言ったでしょう多分、まあスポーツやってそうですよね、うん、太いからね、うん、結構ね、白シューズね絶対言わないよそんなこと現役時の長州力みたいだなって絶対 絶対言ったでしょうじゃない、絶対言わないから、言わない、言わないよ、明るくして、俺は絶対言うけど、現役の時の長州やないかい、俺じゃなくて言わないよそれ、俺かあなたじゃない、言わない言わない、いやでも本当見れば見るほど現役の時の長州みたいな言うやん、いや思わず言ってしまう、だって似てるんだもん、だってこれ言うんですよ、でしょ、すごいなね、パンプアップじゃないけど、うん、足を鍛えてる人にしか見えなくなってしまいますね、こうやって見るとねえ、はい、いやまあ不思議ですよね、不思議写真ですね、うん、自撮りしたら、うん、すげえなんか気持ち悪く映っちゃったらしいんですね、うん、はい、じゃあそれ、まあ、文章それだけです、文章それだけです、こちらなんですけども、なんでこんな風に映んの？これは
女性の方ちょっと気持ち悪いですね。上にね髪の毛あるからね、女性の方が斜めでこうね、自分の一番可愛い角度で多分撮ってるでしょ。なんか動画とかでこうノイズメーターもたまにこう映る時ありますけど、あるあるある全然ある。ただなんかいやーそれだっていやあのなんか海外の映画であの地下墳墓に入ってるなんか遺体みたいな感じです。どんな例えすごい海外の映画でなんかミラなりかけみたいな地下墳墓に入ってそうな、うん海外の映画地下墳墓に入ってそうなやつ。いや、ピンと来たんかい。ちょっとズームしますけど、やっぱこの、皆さん言うんですけど、目とかがなんか。うわ、なんか怖い、近く寄ると。左目が特に怖い。右目もなんか変な風になってるように見えるし、映像の関係なのかわかんないけど。いやどうすか、なんかこれ。口のところとか、なんか口果ててる感じ。いや、ほんとだよね。俺なんかこの、なんか、本来この右頬あたりのやつが線によって子供の手が添えられてるような感じにも見えてちょっと怖くなっちゃった。ああでも手っぽいな。怖い怖い怖い。ああ怖い怖い怖い。ってなっちゃった。うんうん。気持ち悪い。手っぽくな？に見えちゃった。だってその上の丸とかもね。こうね、こうなんかこう忍び寄ってるから、うん、その影響でブワーってなった可能性もあるよ。なるほどね。うん、そのものの影響によりみたいな。ああでもこれはちょっと気持ち悪い俺は。なあ、うん、でもなんかやっぱ画像の崩れ方が一定じゃないから不思議ってのは確かにそうですね。そう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 、ノイズ入るの結構一定に入るんですけど、そうね、こう片取ってたりしてるんです。そうなのよ。うん、うんうん、特にね、なんか怪我とかなかったのかなとか思って、ね、ご無事ありますよね。ね、うん、僕とかも赤い光なんか普通に入ってます。ね、右上ね。そうね。ちょっとこれは。わあ、見れば見るほどちょっと気持ち悪くなってきますね、これはね。気持ち悪いですね。あ、アイルさん。はい。初コメです、私ですって書いてある。え、アイルさん？アイルさん。これご本人ですよね。でもレイさんだからですけど、まあ、そういうパターンもあるんですよ。なるほど。なるほどね。はい。はい、というところで。ありがとうございます。淡路島の二次元の森という県立淡路島公園の中に、うん、ゴジラの口の中を通っていくジップラインがあって、うん、ジップラインって我々やったやつですよね。ありますよね、うん、それを迫力があるので、うん、横から通ったんですと、うん、でゴジラの顎から肩にかけて緑色の帯が通ってるんですけども、これ俗に言う龍神様ですか、見える人見たらいたら教えてくださいと、うん、はい、こちらです。あ、本当だ。ゴジラのあれとは別のなんか鱗っぽい雰囲気なのかな。あ、でも後ろが透けてるのかな。うん、なんでしょうね。光っぽいけどな、うん、反射して入ってる感じも、反射っぽいな。うん、でも関係ないけどすごい面白そうだな、これ間取ってね、うん、口の中ね、そう、こん中取ってくんだって、えーえー、だ最後ゴジラの口の中に入っていく感じじゃない滑り落ちてきて面白い、面白そうよ ね、 食べられちゃったみたいなことでしょ。ジップラインもでもできます、一回やったからいやーでは、まあでもあれよりは怖くないよな、俺らがやったやつよりは。まああれは谷底でしたからね。そう、これは谷底じゃないでしょ。そうね。やらないけどね。でも高いところから来てるでしょ。うん、まあまあまあ。ジップラインやからね。そうね。もう面白そうでありますけどね。ねえ、すごく面白そう。今年の春、庭先でね、こう、いろいろとこう植えてるやつを記録用にね、撮った時に、うん、1枚だけ写ったということなんですけども、ほう、こんな風なものが写ったのは初めてなので、何でしょうかと。ああ、ほんとだ。ねえ。ああ、不思議だね、1枚だけっていうのが。そうね。確かにそうだね、うん、連写とかで撮ってたらね、なんかパシパシ他のも、うん、紛れてましたっていうならわかるけど、なんかちょっと光の加減と相まって神々しくすら見えますね。そうね、まあ、わかんないですけど、なんか、うん、でもなんか良いことありそうみたいなね、うん、この写真だったね、こういう写り方してるとね、なんか、うんうん、
悪いことはなさそうだなっていうふうにちょっと思いますね。うん、なんか模様みたいなあるしね。そうだね。うん、模様見たくなってるのが不思議だよね、ちょっとね。これは何でしょうか。お寺に参った時に、うん、ちなみにそのお寺なんですけども、即身成仏様が祀られているお寺に行ったんですって。あ、いわゆるミイラですね。ああで、まあ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 、なんかね、ちょっと拡大してみたら、なんだこれはみたいなものが撮れたんですと。比較になればと、拡大前の全体の写真も送らせていただきます。はい、霊感のある方に聞いても、人ではないこれはと、うん。赤い玉の中に人の顔があるような。ぜひとも皆さんで考察してください。なるほど。神社やお寺でよく奇妙なものが撮れないので、またその時投稿しますということなんですけども、ちょっと見てみましょうかね。今写してるのが、全体の方の写真ですね。うん、ああ、なるほど。こちらでね。はい。あ、これが、ね、あ、はい、はい、はい。写真だそうで、はい、ほうほうほう、で、こちらが、その、はい。で、うん、おそらくですね、もう一枚いただいてて、はい、こちらがズームしたものなんですけど、おそらくこれですよね、言ってらっしゃるの。ああ、なるほど。赤いね。そうですね。もう一個ちょっと引いたところで、まあ、ここからズームしても見えるので、あ、はい、はい、はい。ここですね。そうですね。でも、ほうきみたいなの持ってない？うん、人形みたいだね。ああ、でもね、不思議よね。なんだこれ、うん、ちっちゃい、ちっちゃい。ちっちゃいよね。かわいらしいさ。かわいい、うん。なんかどっちかっていうと、これ韓国とかの民族衣装とか。ああ、なるほど、はい、で。だから全体写真もう一回持ちますけど、はいはい、この日は、うん、いないんですが。いないんだよね。どこの部分かしら今一番わからないんですけど、まあ、そうですね。うんうん、なんなんだろうね、うん。まあ全然嫌な感じはしないですけどね。うんうん、別にね、むしろなんかこの子も いい悪いで言ったら良いっぽい感じ。うん、お寺の中やしね、うん。人形みたいに式。うん、うん、まあなるほど、式神ね。使役して何かをやってくれてる。そうね。なんか門前の掃除してるんじゃねえかみたいな風に。お消しみたい。で、家族で花火した後に写真撮ったんですと、うん、はい、3年前に家族で近くの花、海辺で花火をしました、うん、最近写真を見返していると写っているのに気づいたんですと、うん、ちなみにこの時の日付を見たら8月14日でお盆でした、うん、この写真は普通に捨てて処分してもいいのでしょうか、お祓いなどもしなくて大丈夫ですかということなんですけども、うん、はい、こちらでございます。花火してる時の写真、うん、おそらくですね、ここ、ちょっとなんか気持ち悪いさ、僕は感じたんですけど。なるほどね。あ、そうですね。まあ、確かになんかわかんないけど、ちょっと不自然な感じの。なんか髪の毛みたいに見えません？うん、見えるね。まあ、それが後ろ姿って言えば後ろ姿だし、うん、みたいな感じには見て取れる。それか、なんだろう。髪を前にね、バーって垂らしてる人って言われれば、うん、そういう風にもちょっと見えたりはしますよね。基本的にその男性、タバコ吸ってる男性の周辺もちょっと煙ってるやんか。はい、はい、はいはい。まあ花火されてますね。うん、そう、もともと花火やってたんか。そうか。そうですね。で、後ろのね、照明との兼ね合いもあるんだよね。はいはいはい、はい。その子供たちのね、後ろに。ライトがあるでしょ、ね、街灯が結構立ち並んでる、うん、そうそうそう、その街灯とカメラのフラッシュとの兼ね合いで、なんかそういう風に見えてる気もするんだよね、うん、別に嫌な感じもしないし、うん、そうだからまさにこういうのこそ、なんていうのがね、怖く見ようと思えば怖く見えるっていうのはすごく思いますね。確かに髪の毛で見ようと思えば見えるし、そうそうそう、だから別に特に何もなさそうな気はしますね。日本に撮れたからっていうのもちょっとあるかもしれないですね。そっか。で、海辺なんだっけ？海辺ですね。まあまあね、はい、まあ伝説伝承とか迷信とかではね、お盆の霊っていうのは海からやってくるとも言われてるからね。かな。そういうふうに考えることもできるってことですね。はい、弁慶七戻り、弁慶七戻り、そういうスポットで撮影したんですけど、隙間に挟まってる岩のところに顔のようなものが見えるんですが、心霊写真ですかということで。おこちらでございます。はい。まさに、ここだと。おぉ、そういうことか。一瞬わかんなかったけど、まあ、なるほど。おぉ、お目目あるね。ちょっと目が。もうちょいズームしましょうか。まあ、なんか
見てますよね。見てますね。おうん、左目がよくわかりますね。左目というか、まあ、口で、やっぱり口なのか鼻なのかわかんない。なんかちょっとよく見えると。あ、ちょっと僕説明しましょうか。はい。これまず目ですよね。うん。ここ目玉。はい。で、これ一体じゃないんですよ、多分。これ鼻なんですよ。え？ここ鼻。ここ鼻。うん、ここ目。うん、これ髪の毛で、ここあの薄いけど目もう一個ある、でここにもう一体いる目、これこれ目二体ぐらいが重なったりして、ね、うん、二体じゃないな、もう一体ね、うん、なんかとにかく、はい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 、ちょっとだけ気持ち悪いですね、ちょっとだけ気持ち悪い、もう完全に僕もこれこれ一つで一体やと思ってましたけど。でも確かにそう言われてみるとなんか、なんだろう、なんか重なってるような感じがしてくる気はちょっとしますね。確かに。でしょ？なるほど。でしょ？はい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 、わかりました。そう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 。斜めになってる顔なんですよね。そう。はい。はいはいはい。すごい、あ、そう見るとすごい人の顔がはっきり見えてる。でしょ？はい。そうなのよ。うんうん。なるほどなるほど。場所がね、わかんない、なんか歴史的なところでもありそうだから、なんかパワースポットっぽいですね。だからパワースポットだとしたら、うん、いろんな人の念が、うんうん、そこにもう滞ってしまっているから、うん、それが集合体になってしまっている可能性もあるのよね。あ、ナイスなノブさんの説明でしたね。ありがとうございます。はい。石とか、うん、やっぱね、すごく入りやすいとかも言うもんね、うん、なんかね、石、岩、僕の中でこれ今日一押しでした。なるほど。ちょっとヒヤッてしました、これ。うん、なんか不思議な感じの写真だよね、場所、はい、場所のところも考えてね、うん、うん、弁慶なんとか岩っていうのね。まず2枚、うん、猫ちゃんの写真を見てくださいと。猫ちゃん、はい、あー、いい子だね。こちらと、はい、こちらの写真です。はい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 、はい、なんかね、うん、あの上の方になんか変な感じでね、ぼんやりしてると、うんうん、確かになんか映り方が変だと。最初のとはまたちょっと違いますよね。で、平井さん霊感強い人じゃない。そうですね、ね、ももさんね、はい、僕もたくさんいただいてます。で、その平井さん的には、うん、これおそらく座敷わらし的なそういったなんかそこに住み着いてるものだから、うん、嫌な感じはしないんですと。なるほど。ただ、うん、次の2枚、猫ちゃんと平井さんが映ってるやつ、うん、はい、はい、はい、こちらの画像、平井さんの右目が黒くなっていると。あ、本当だ、はい、もう一枚同じ、ね、はい、もう一枚、はい、黒くなっていると。あ、はい、その真っ黒になって、真っ黒になってる、はい、でね、この黒くなっているこの写真、うん、まあ、撮って、はいはい、しばらくしてその数日後ですね、うん、一緒に写っている猫ちゃん亡くなってますね。うん、そうなんだ。うん、このここの左の子ね。うん、あ、うんうん、あ、本当、うん、左目は普通に写ってるもんね。そうですね。あ、本当だ。なんかキッスみたいなね、メイクしてるみたいになってるんですよ。いや、本当そうだよね。メイクしてるように見えるもんね、ああ、これだと。で、その数日後、また猫ちゃんと撮ったんだけど、今度は私の反対側の目の付近が真っ黒になってしまいました、ということで。はい。この左側。本当だ。左側が真っ黒になっていると。なるほど。じゃあ、これで左右両方みたいな感じになっちゃったのね。うん、ちょっと不思議な写真ですということで提供いただきましたと。特に視力がとかさ、うん、なんかね、目の病気になったとかその後なければ、そう、ね、何を表してるとかね、うん、そうだといいですけどね。ね、そうだよね、うん、以前妹がサイパンのグロットで写真を撮ろうとしたらオーブがいっぱいで、撮りたいから写させてくださいとお願いしたら逆にオーブが増えたお話をしたことがあるんですが、その時の写真ですと、はいはい、うん、その時の写真をみんなで見返していた時に、うん、ちょっと誰のかわからん足が写ってたよねと、
なったんですって。でその写真をもらってきたと。ほう。ちなみに写ってるのは妹の旦那だけなんですが、うん、旦那の頭がなくて腕も透けて見えてると、はい、旦那が頭の上にある女性っぽい旦那の頭の上にある女性っぽい足は持ち主がいません、はい、2枚目の旦那の写真も腕が透けて見えるんです。お二方どう思いますかということなんですけども。1枚目の写真から写ってますね、はい、こちらでございます。結構もろなんですよ、ね、おそらくこれなんですけど、はっきり足写ってるやん、うん、レントゲンで撮ったみたいな足だな。なんかしかもかなり細っ、こんなもんすかね女性の足って。でこれスキューバで結構暗いところだから深いところにいて、スキューバのスーツを着てないと多分いけないんですよ本当。素足やもん、ね、あそうですね。怖っ。アウ着てないからもう水死体じゃないですけど、あなんかそんなね、言われてみると、はあ。だってあれ、旦那さんの手でしょ？これはそうですね、おそらく。腕、足でしょ？旦那の足。足だろうな。カメラを手で構えて。あ、右足か。で、こういうスキューバのところって、もっと明るいところだから、この光の加減だと多分深いところじゃないですかね。そう、色怖いよね。確かに。着てますよね、スーツ。ああ、水田さんがいらっしゃって腕らしいです、あれ。ああ、これ腕なんだ。はいはいはい。で腕と同じぐらい細い足ね。で、一応2枚目の方も。はい。はい、こっちが、その手が透けてるっていうところなんですけども。ああ。ここがもう。ほんとだ。こう取れるもんなんですかね。この後ろのこの、あ、透けてるね。透けてるんだ。確かに。なんでしょう。だなんかさっきの足の部分、俺レントゲンで透けてるみたいってちょっと表現したけど、うん、なんかこれも本来あるべきところがそんな風な感じの見え方。そうです。確かにフィンつけてないのおかしいですよねってコメントがあって、フィンはつけてたのかな。まあそうですよね、うん、素足ですから。あ、だからそれ足じゃないでしょ。あ、これですか。で、ちょちょちょ、あ、こっちが手前側でしょ。手前が腕なんでしょ。手前が腕ですもんね、うん、はい、はい、1枚目でした、はい、つい先ほどこれはという写真が撮れちゃったので、やっと参加できる権利を得た、やったーと書き込んでいます。明るい感じでいいですね。これは初詣の際、うん、参拝の記念に撮った狛犬、はい、撮った時気づかなかったんですが、うん、後ろの扉に猫のような顔があるんです。私はモーモーさんに負けず劣らずの猫好きなので、猫がいれば絶対に気づく自信があり、うん、また猫にしてもサイズが大きいような気がします。なるほど。なんだと思いますかということで。はいはい、わかりました。これです。うん、こちらが狛犬なんですけども。ああ、わかる。この後ろにちょっとズームしていきますね。え、猫って。俺も猫だと思った、一瞬。え、ちょっと待って。面白いね。ちょっと待って。面白いですよ、これ。面白いね、これ。え、でかくないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、台があったら乗っかって、ね、首だけ面白いね。こういう子もでかない。でかいでしょ。でかいなでしょ、顔が。そうだな、でかいし、あんな顔ビタってガラスにつけるもんなんすかね。何か動くものがあって興味を示すときはやるけど、あの家の人がなんか雪ひょうとか買ってんじゃん。いや、でもそのサイズですよね、これ。いや、そうやろ。なんだろう、面白い、これ。10件ぐらいありますよね、あれ。余裕で。でかいでしょ、顔が。そうだよね。狛犬のこの顔。俺だって多摩動物公園で見た雪ひょうあれ。あ、でも猫っぽいもんね。猫やね、近づくとね。あ、面白いね、この写真。わかんないけど。はい。これちょっと。不思議な面白い写真です。これいいね。これいいですね。なんか、でもみんな来るから見に来たんじゃない？初詣を。猫のなんか神様なのかわかんないけど。でも家に閉じこもってる。出して出してみたいな。もっと近くに来ればいい。で、これ初詣って書いてますけども、本当今年の1月1日の写真なんです。そうなんだ。最近撮れたって言ってたから。これ。うん、どことかは、おっしゃってない。言ってないです、ね。あ、そうなんだ。どこなんだ、ね。面白い。面白い。弟が高知県の心霊スポットに行った時の写真なんですけど。行くねー、みんな心霊スポット。スカイレストニュームロトというところらしいですね。あ。はい。
で、タイホテルとか赤丸で囲ってあるところに顔が映ってるように見えます。で、赤丸があるのとないのに今送っときますねと、はいはい、お二人の意見ください。音って写真を見た私たちに何かあったわけではないですが、これ何だと思いますかみたいな。1枚目、まずこれが、赤丸がないやつですね、はい、これなんですけども、まあちょっとかなりちっちゃいんでこれだと気づかないかなとは思いますね、はい、でもやっぱ怖いね、雰囲気。雰囲気はやっぱりそうです、ね、行くんだ、やっぱこれホテルなんか旅館みたいなとこ、はい、はい、呼ぶみたいな。おお、はい、わかりました。わかった。ここでしょ。はい。はい、どれ？ここでしょ。ここに男の子みたいなのおらん？黄色い顔？まさにここですね。ああ本当だ。男の子いてるでしょ。おだ。いやああ、なるほど。ここ、なるほど。ここ前髪。ちょっとももさん似てますね。いや、俺に似てるね。前髪で、ももさんってもうちょっと目離れてるんですけど。で、これ鼻がもうちょっと上向いて。やかましい。これ鼻です。ああ、なるほど、なるほど。そうそう、これ目で、これ輪郭。うわあ、これ結構、なるほど、なるほど。こんなとこいるわけねえもん。ちゃんとこっち見てるじゃないですか。なんか、だから俺、映った瞬間に、はい、バチン目やったの。うわ、怖っ。うわ、もうこう見ても、見てる、この顔の位置だけ、ちょっと色が違うんですよね、ここなんで。いや、違う違う。ねえ。で、やっぱりこう。ていうか、その、いるであろう場所ってどの辺なんだろうね。いや、これが、おそらくでもこれが、柱で、まあ、中が見える状態で、まあ、大体心霊スポットにね、ちっちゃい子供いてるっていうのもおかしいから、うん、わけわかんない、わけわかんない、怖いっすね。でこれはもう高知県の心霊スポットですね、うん、有名なとこなんでしょうね、はい、まあ、廃墟としても有名な場所みたいです、ここは。なるほど、気持ち悪いですね。おー、いや俺、怖いなぁ。いやですね。あー、タバコ吸いたまった。いや、落ち着かせようじゃない。落ち着かせようでしょ。ビジネスポット関係ないでしょ、これは。これは8年ほど前に、子供たちと一緒に夜桜を見に行った際に撮りました。うん。他にも夜桜を見に来てる人はいましたが、この写真を撮った時には周りに人はいなかったと記憶してるんです。うん。怖い感じはしないんですけども、娘の体の横、何かが映ってるんですね。皆様のご意見聞かせていただくと幸いですと、うん、加工して出してくださいということなので、あ、なるほど、はい、加工後の、はい、ものを出しましょう。目元を隠しております。はい、はい、娘さんの体の横から、娘さんの体の横、おー、こちらでございます。ん、ちっちゃい手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 が出てるよ。すごい、ちっちゃい手が出てるよ。これまあまあお母さんの手、こっちの方手じゃないですか。で娘さんの手、うん、うわ、手の質感が全然違う。ちっちゃいね、ちっちゃいね、赤ちゃんやね、赤ちゃん、子供、あ、すごい、子供の手やね、左手しかも、左手だ。あ、痛い、なんか痛い。え、どっちそれは、あの、霊障っすか、四十肩っすか。これは多分四十肩だ。うわ、やっぱチャットも、すごい、赤ちゃんの手みたいっていうチャットが多いですね。親指あるでしょ、だって。そうですね。あ、左手っぽいっすよね。でしょ、確かに。うん、手のひらと。おー、すげえ、うん。あ、なんかちょっと服も着てますね、袖まで。服着てんの、白い服。着てるようにも見えるし。包帯じゃないよね。ええー。わかんない、わかんない。わかんないけど。わかんないけどね。やっぱ違うのさ、もういなかった。ちゃうんだよ。だって、わかんない。服の方がいいけど。ああ、足だよっていう。え、チャットの。足、足に見えるっていう気分がわからなくないですね。ね、うん、僕も最初足かなと思いましたけど。ああ、どうやー。でも結構、
構この完全にすぐ後ろにいるような形で映ってるじゃないですか。いや、そうでしょう。それがちょっと気持ち悪いな。なんかでも遠近法おかしいもんね。ああ、確かに確かに。はい、おんぶひもで抱っこされてる赤ちゃんがいるような、ね、ああそうだね、確かにおぶさってるみたいな。お母さんの手もおかしくないってのがあって、おそれも大きく見えるよね。ああ、なんかちょっとでもなんかこれですよね、人差し指がなんか消えかけてるのか。いやー、まあこれはそうだな、別なんだろう、まあちょっと大きいかなと思うけど、大きく見えるけどねっていうとこかな。そうなってくると、はっきり映ってるなぁ。なんかそっち側の手だけおかしくなるっていう感じだったら、ここの部分もおかしくなんなきゃおかしいからね。娘のね。うん、そう、そうなってくると、左手は、娘さんの左手ピースしてて普通には見えるから。すごいですね。今日、すごいですね。なんとも、強烈ですね。結構もろなやつ、ね、正体ははっきりはわからないですが、はい、俺そのお母さんの手がちょっとさ、はい、変なのって、うん、あの写真撮った時に後ろのその小さい手、うん、幽霊らしき、はい、その手が出てきたからボケたんじゃない？ああ、その影響によりってこと？影響というかこのブレたんじゃない？うんうんうん、焦点が。ああ、カメラで撮るときに。なるほど。だからちょっとぼやけてるというか、ね、そういうことね、うん、ちょっとピンボケになってるみたいな感じもするんやけど、ある、それがあることによって焦点がぶれたとかね、うん。今年の元旦、うん、夜中1時頃、まあ、神社に初詣行ったんですね、うん、で毎年初詣に行く、もうこの見方で老眼ですからね俺もう。初詣に行く神社ですが、はい、いつもは昼間に行くので、年明け早々初めて行ったと。はいはい、で、中央に、かがり火があり、うん、その煙が立ち上っている姿がなんかおかしくないですかと。うん、途中から横にすっぽりと煙が途絶えて、うん、すっぱりとか、煙が途絶え、その上に竜のような煙があるように見えますと。また狛犬のそばにある白いパーカーを頭からかぶったジャンパー着ている男性の顔が透けてるように見えるんですと。ほう。はい。名主さんどう見えますか？気のせいならいいんですけども、神社出てから両肩が重いんですと。あららららら。はい。見てみましょう。はい。こちらでございますね。あー。うん、で、まあ、まず煙のところですが。あ、でも竜っぽく見えるわ。うん。ここはすっぽりと。うん。こっちになんていうの？うん。俺の見方。そう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 。ね、こう口開けてる感じには見えるよね。はいはい、ちょっとモンスターズのドラゴンの顔とそっくりですね。今やっぱほとんどドラクエで置き換えてみちゃうけど。でもなんか、神々しい感じはするわな。ああ。どうすか？ね、で、あとパーカーのところは、おそらくここの人ですね、まあ、ちょっと透けてるように見えるのはここの部分じゃないかなと、うん、これは狛犬だと思うんですけど、ね、ああ、そういうことね、右耳とかその辺のあたりがっていうところですね、うんうん、まあ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 、神社なんで、まあ、不思議なことはそれはもちろん起こるでしょうし、うん、まあ、初詣ということなので、いろいろな人のね、なんか念とかが。やっぱ新年一発目でみんなお願いしに来てるわけやから。確かそうだね。でね、あっちにお賽銭するところじゃないですか。そうですね。もう人の欲望が渦巻いてるから、なんか不思議なことは起きると思うんですけど、僕は別にこれは何も感じません。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ何か、何か見えるっていうのがコメントありますね。ありがとうございます。こちらの写真は座敷わらしに会いに、岩手県、これは二兵あ、二戸市に行き、うん、2023年の12月28日の朝、散歩しているときに竜のような木で、うん、なんだかご利益ありそうだなぁと写真撮ったんですと、うん、で GMK に行った際に隣に、居合わせた方に見せたところ、画像を拡大する前にここに顔があるねって言われて、うん、大きく確認してみたら顔に見えたんですと。なるほど。もしかしたらシミクラカオス現象かもしれないですけども、はい、一応少しアングラ変わりますが別の写真も送りますと、はい、ちなみに座敷わらしには二晩とも寝ている間に出ざされましたと。あらら、そうなんですか。これがその木、はい、これがその木みたいで、うん、
これだとはどこか。顔がどこかっていうのはちょっとわからないですよね。あ、でも結構すごい特殊な形っていうか。あ、まあね、もともとが珍しい形の木ですね、これ。うん。いくつかの木が多分混ざってるんでしょ、これ。うん、根っことかが。多分なかなかわかりづらいとは思いますが。で、一応丸つけた画像もありまして。ああ、あっこやね。こちらが。いたね。いるけど、そうね、そこね。ここです。はい。まあまあまあ。まあまあ。ちょっと見てみると、うん、確かに。あー。あー、そこね。見え方でもすごいリアルな思われてますね。まあまあまあね。うん、でもね、木のね。木はね。木はね、もうそう見えちゃうんでね。なるほど。で、なんかね、昔からほら、妖怪とかで木に宿る小玉みたいな、精霊みたいなことも言うから、まあ、いてもおかしくないなとは思いますけどね。僕はわからないですけど、これが正しい、合ってるものとかどうかっていうのはね。で、一応別の角度から、ある写真が、まあ、こういったところで、さっき顔が見えたところはこの辺ですってことで、またもう一枚。丸つけていただいてるんですけども、まあ、まあ、その角度によって、まあ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 、そうだね、見え方とかね、それはありそうだね。歴史のある木だから余計なんかね、その木の表面も複雑だし、僕の見解なんですけど、はい、仮にその木に何か宿ってたとして、うん、そのまあ人がなんか乗るっていうのかわかんないですけど、うん、なんかそれに執着してたとして、出方として木のところに出ようとしない気がするんですよね。なるほど。もうちょっと分かりやすいところに出てくると思います。人の存在として。だから趣味蔵かなと。趣味蔵です、ね。はい。ありがとうございます。はい。地元の水族館に出かけた時に記念に撮ったんですが、はいはい。まあ、逆光で親子連れがそこにいることに気づかず撮影してしまったところ、うん、後から画像を確認したら親子がぶれていて、少女の顔付近に何かが重なって映ってるように見えるんですが、どう思いますかということですね。おう、はい。はい。それがこちらの写真でございます。はい、環境水族館。あ、ここに、あー。ここに、ちょっと僕この写真好きで、すごい可愛らしいんですけど。あ、これが、普通にいらっしゃった親子連れだけど、なんか、ああ、まあまあ。あ、まあまあまあね。なんか、女の子の後ろに影がね、なんとなく見えるから、ね、まあ、ブレなんで、ブレですね。でしょうけどね。うん、3人いるようにちょっと見えてしまうんですね、なんかね。で、まあ。まあ、この辺が全然ブレてないけど、手前がそうブレることがあるのかなっていう。まあ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 。取れてしまった方としては不思議だなとは思うんだろうね。思いますけどね。なんでそこだけなんだろうなとか思ってしまいますよね。可愛らしいですよね。ちっちゃい子がなんか、こうポッケに手突っ込んでるの可愛いですね。可愛いですね。ちっちゃい子がね。でもなんか、なんかこう見るとでも後ろの子がなんかね、そうなんですよ。お面みたいなのつけてる感じがするよね、黒い。そう、だから顔のところとか、まあ、ブレなのだろうけども、うんうん、なんか、ちょっと不思議に見えてしまうところありますわな。なるほど。ありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、スマホの写真を整理したら、撮った覚えない謎の写真が出てきました。え？画角は寝室の布団に横になった姿勢で撮られたような写り方なんですけども、うん、女性の顔が襖の上の方に映ってて、うん、娘の顔のようにも見えるんですが、家族みんなに見したところ、万丈一致で亡くなったお母さんじゃないのみたいになったんですって。亡くなったお母さん？はいはい。で、それだけだったらいいんですけども、母らしき顔の顎あたりに骸骨が映ってるようにも見えるんです。悪いものなのか、いいものなのか、分からずに消せずにいますと。分かる方がいらっしゃいましたら、皆さん教えてくださいということなるほど。皆さんからの意見もね。まあまあ、聞きましょう。まあまあ、はい。ちょっと見てみましょうか。じゃあ、こちらでございます。はい。ちょっとこの赤い照明、どけてもらえると。あ、失礼。これが。はい。今結構、ね、もろに顔映ってるんで。はいはいはい。まあその最初娘の顔のようにも見えるのですがというコメントもあるので、娘さんなのではとは思うものの。でも娘さんも、そうなんです。違う違うよって言ってるでしょ？うん。でもじゃあ亡くなられたお母様、でもお母さん、で、顎のところ？そうですね、顎のところをちょっとズームしてみますが、どうぞわかります？骸骨？はい。のようなものがって言ってことなんでしょ？ああ、なんか色合い、うん。三骸骨が逆さになってるみたいな頭蓋骨が
いやー、いやー。お母様だとしたらお母様だけなんじゃないのかな、わかんないけど。うん。うん、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫ですか？はい。何にもないでしょう。うんうんうん。で、多分、ご家族の誰かだと思いますけどね。映り方が。そうそう、映、まあ、り方がね。まあ、もろすぎますよね。うん、はっきりね、めちゃめちゃ見えてるもんね。そう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 。うん、かなぁ。なるほど。うん。何にも。あ、皆さんも感じない方が多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、と思いますよ。おととし、うん、友人たちと名古屋の方に旅行に行きましたと。うん。その時に、僕を含めて友人たちと8人で車で神奈川から名古屋に行ったんですと。うん、一軒家のところで SNS でも評判良かったので、そこで泊まることになりました。時間的に夕飯も食べて、みんなでお菓子とかジュースとか飲みながら、話していたら、僕の前に座っていた友人と女性の A さんが、今、ライデンの後ろ誰か通ったでと言ってたんですと。で、他にも和室を見ると気持ち悪いという A さんが言ってて、うん、まあ気にせず話をこうしてって雑談してたんですけど、うん、まあ、男性の B さんがですね、うん、急に眠たいって言い始めて寝よったんですって。で、その後僕も急に眠たくなってきて寝たんですけども、うん、その夢の内容がすごい悪夢で、で、目開ける直前に目の前が真っ暗になって、うん、で、光のようなものに引っ張られて起きなきゃと思ったら目を開けましたと。うん、で、目開けた瞬間に、うん、なぜか裏声でね、うん、自分で出そうと思ってないのにそんな言葉を。はい、でも裏声で、なんでここにいるんだよって自分で叫んでたんです。でも誰も気づいてなくて、結局寝れずに朝になりましたと。はい、で、B さんと僕と男性の C さんでリビングでくつろいたら、うん、B さんがいろんなところをスマホで撮り始めたんですって。はいはいはい、で、その1枚の写真が投稿させていただいたんですけども、目の前のドアの横の2つの影、B さんは正面に立って撮っているので、うん、僕と C さんは映るところにはいないんです。はい、さらに洗濯機のところにあるここには物を置いてないんです。うん、黒い何かが映っており、顔なのかちょっとわからないんですけども、なんかそんなものが映ってる。さらにドアの上のところにでっかい顔があるんですと。でも旅行から帰ったら消えていました。まずこの写真から写しましょうかね。はい。はい。それがこちらでございますと。うん。まるで囲んであるんですけども。おお。ほう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 。ちょっと気持ち悪いのは僕はここかなと。なんか。限りして、あと。限りしては。人っぽく。そうなんですよ。見えちゃいますね。おお。見方によって女の子に見えたんですよ。赤い、左肩が赤い服を着てる女の子に見ようと思えば見えちゃうね。ちょっと気持ち悪いかもね。はい、この辺のところとか僕はあんまりわからないんですけど、どうする、どうする、この黒いのも何っていうの。ああ、そうか、それね。これも大丈夫な気するな。なるほど。で、もう一個その動画の方も撮ってまして、うん、はい、動画、はい、まあ本当誰も部屋の中にいないし、うん、あの窓も閉めてるんですけども、うん、カーテンが動いてるっていう動画なんですよ。窓を閉めてるけど、カーテンが動いてる動画。はい、うん、そうなんです。はい。で、よく見ると、うん、ちょっとオーブ的なものも映ってるっていう感じなんですよ。ああ、なるほど。それがちょっとこちらでございます。はい。ちょっとすいません。ズームできないんですけども。まあ、ここは、あ、動いてる。ああ、そういうこと？はい。あ、動いてるね。奥の、なんか、うんうんうん、オーブ的なものも映っていて、もう少し大きくいいですか？もう一回再生しますけども。はい。奥の黒い影の部分がカーテンの揺れを表してるんでしょ？ああ、動いてるね。で、このファファファと。ああ、今飛んだね。ああ、飛んだ飛んだ。ちょっと僕今これ戻してますけども。はいはいはい。これも、まあ、虫というか虫なのかもしれませんが。ああ、なるほど。スカイフィッシュ見えてるね、なんかちょっと。そうですね。今、僕らが動かしてますけども。はいはいはい。で、これだけじゃなくて、ここにもこう。ああ、映ってるね。ああ、ほんとだ。
で、あれ、窓は閉めてるんで ね、後ろのカーテンの件に関してはね、はい、誰もいないしってところでね。この右上の部分とかもまた。ああ、ほんとこれ大きいですね、なんか。ああ、大きいね。これとか。なるほど。どうでしょう。いや、どうなんですかね。不思議ではありますが、これはあれなんですかね、はい、確認しに行ってないんですかね。そう、確認しに行ってないんですよ。ぜひ行ってほしかったですね。そうだね、このカーテンのところに。そう、そこのところにね。で、この泊まって家の周りに事故物件があったりするらしくて、それはもしかしたら影響もあるんでしょうかっていう。なるほどね、そういう結びなのね。はい、なるほど。ほこりではほこりなのかもしれませんが、まあ、確かにカーテンが動いてると。そうね。いや、まあ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 、そう。で、まあでも、その、さっきノブが読んだ、ね、実際の体験、はい、なんか裏声になってしまったりとか、はいはいはい、で、そういうのを含めて考えると、ご自身もね、うん、なんかあるんじゃないかって、やっぱ思うのは、思う気持ちはわかりますよね。まあ。ね。でも大丈夫だと思いますよ。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、